ドジャースの選手起用について、巨大戦力を有するからこその贅沢な悩みが浮上している。大谷だけでなくフリーマン、マンシー、アウトマン、ヘイワード、ラックスら左打者が在籍し、ドジャースの補強ポイントは外野を守れる右打者だったという。ヘルナンデスは左投手を得意としているが、左右関係なくプレイする。バックアップとなったテイラーは、2021年12月にドジャースと4年6000万ドル、約88億8800万円の契約延長に合意したが、メジャー159発のヘルナンデス獲得により、スーパーユーティリティの役割に逆戻りすることが濃厚だ。ドジャースが必要とするときに信頼できる左翼手でもある。89億出した選手が控えとか金持て余しすぎだろ。これだけ出してる選手が控えとかフロントからの圧かからんのか。逆にこの方は状態がどうなるかに注目してるみたいなところある。やっぱり駒が多いチームこそ最強だよな。シーズンは分厚い戦力が必要で、故障者のバックアップも不可欠だけど、分厚すぎると柔軟さを失うからそこのバランスが難しいな。アウトマンは左に強いというが、出塁率を見ても左右で差がない上に、右投手22本塁打に対して左投手は1本塁打だぞ。有料選手なんかなんぼ追ってもええですからね。レギュラーシーズンとポストシーズンは全くの別物で、数字には現れない活躍をする選手もいるから、スーパーサブは絶対に必要。シーズン佳境からポストシーズンに強い選手こそ価値あると思うわ。テイラーに4年6000万ドルも出してたことにびっくりだわ。数字だけ見たら寂しいが、ポストシーズンに入ったら得点につながる働きするし、長距離砲に老変するからな。怪我やコンディション不良を考えたら断然いてくれた方が助かる。相手投手の相性でも入れ替えができるし、今季後半大谷が外野を守ることがないんならそれでいいのよ。長いシーズン怪我や大不振で離脱もあるし、開幕前のプラン通りにとは限らんからね。内外野守れるテイラーの存在はかなりでかいと思う。テイラーはもともとユーティリティプレイヤーだからな。いるのといないのじゃベンチワークが全く変わってくる。